桑原通明は、福井テレビジョン放送の社員で、元、同局アナウンサー。関西テレビ放送出身のフリーアナウンサー、桑原進平の長男で、富士テレビジョンディレクターの桑原直子の実定。兵庫県西宮市の出身で、血液型は A 型。近畿大学への在学中には、ジップの昌平と同じアナウンサーを志しながら、生田教室で、 アナウンス技術の研鑽を積んでいた。近畿大学卒業後の2000年にアナウンサーとして福井テレビジョン放送に入社した。同期入社のアナウンサーに福田布のた子がいる。アナウンサー時代には2001年4月から福田やスクラッチ、田中などとともにお帰り、サタデーへレギュラー出演。2005年3月からは平日夕方のローカル生アイ度番組お帰りなさいで、 月から水曜5時代の MC を務めた。2007年1月から体重が急激に減少するほどの体調不良を理由に1年余り休職。休職期間中は西宮市の実家などで静養していた。おかえりなさいの MC については2007年3月まで松下昭治が代理を務めた後に同月で正式に交番。2008年6月に職場復帰を果たしたが、 2013年10月の人事異動でアナウンサーから広報部員へ転身した。後に総務部へ移動している。2017年4月からは総務部に所属したまま日本全国福結びに福結び隊長という肩書きで出演中。シネマニアプラスからの交番以来のレギュラー番組で福井県内の特産品、伝統工芸品の生産現場を取材するとともに その品々を県外でのロケを通じて紹介している。宮川大輔のジップが、進む平の京都西高等学校、水泳部員時代の同期生だった縁で、大輔と幼少期から、立つ、大ちゃんと呼び合うほど信仰が深い。日本全国福結びの放送開始5周年を記念した一前海岸ロケでは、大輔との番組初共演が実現したほか、 小平と大介のジップがロケ先にサプライズで登場した。その結果、4月3日放送分の視聴率が福井テレビ制作の番組としては歴代最高の18.6%を記録した。ありがとうございます。